誕生50周年記念ベルサイユのバラ展、ベルバラは永遠に大阪の阪急百貨店でやっておりました。はい、行ってきました。はい、爆上がりで、見たら本当に美しい、めっちゃ綺麗。もうこれ映像でわかるかな。すごいこのなんていうの、クリアファイルとかの色がめっちゃ綺麗し、あと細かさがすごいよね。こんなに色鮮やかに細かく、このポストカードとかでも今まで見たことないぐらい美しい。これ何やった？これ何言ってるとこ？バスティーユらしいです。要するにこれです。バスティーユ言ってます。お疲れ様が言ってます。それのシーンの一つみたいで、この髪の毛と色となんと美しい。もう一つずつこうやって並べながらでもなんかこう見てしまう感じがあって、これね、並んでたんですよ。ポストカード選べませんでした。端から順番みたいな、端から順番に取ってきました。余っていれば全部見てください。もう選べますか？選べますか？これなんと美しい。そしてバスキューエ、その次の青いの、青いのこれ、はいはい、全身、はい、勇ましい、はい、でこれもバスティーユエ、バスティーユエ多いな。ここは名シーンやね。大好きなお気に入りなんです。ああ、そうなんや。はい、じゃあこれは美しい。これはもう宝塚はちょっと本当やね。うん、な綺麗な。でもこれは定番です。マリー・アントワネット。これよく見るもんね。オスカル様。これめっちゃ綺麗。これ、このバラとかでも一つずつこうやってさ、なんという美しさ。マリー・アントワネットの美しさよ。ああ、こんな格好したらなんかあれやな、仮装かって言われる。あ、これですやな。ちょっと色違いです。色違い。ちょっともうこのシーンが要件ありすぎてお気に入りなので。はい。そしてこれ私別にこのマリー・アントワネット・ロベルゼンは推しではないんですが、あまりに美しいので買っちゃいました。本当に美しい。この横顔なんと美しいんでしょう。素晴らしい、綺麗よな。確かにこれ女性やったら憧れるよね、こういう世界ってね。へえ。そしてオスカル様とマリー・アントワネットの美しさよ。うわ、綺麗。すごい綺麗。これだけ買ったことに何の後悔もないです。でちょっと色が違って美しいよね。これ初めて、一生で一度のオスカル様のドレス姿でございます。ああ、こっちがオスカル。そうなんです。綺麗。最初で最後。そう、この紫の美しい綺麗な、この色いいよね。私もこれ一番に目に入りました。はい。もうすべてを額に入れて飾りたいけど、そんなお家はではございませんので、あったっけっていうませんので、これも美しいよね。この立ち姿のシルエットがすごいよね。すごい。この顔好きよ。もう興奮しすぎて驚いて。はい。でそして。あ、これかな。はい。はい。美しい。もうこれも大好きなシーンでございます。いいよね。ほんまにこのキラキラしてそうやもんね、なんか。選べないでしょ。選べない。はい。どれが一番とか。買っちゃいそうになる。言えません。はい。すべてその。はい。はい。15枚買いました。15枚買ったのこれ。何の後悔もございません。恐ろしい。今日みたいに張り切ってることはまずありません。はい。そしてですね。はい。これはマス目の5ミリマス目のノート。はい、ノートです。ただのちっちゃいノートなんますね。美しすぎです。そうやな。このシーン好きね。この絵っていうの。これはね、この2種類しかなかったですね。ああ、そう、2種類とも買ったり。もちろん選べません。はい。私選べないんですよ。そしてこれはね、6種類ぐらいあったんですけど、もうちょっとお値段がちょっとするので、めっちゃ悩んでからこれにしました。このセリフがすごくね、あ、バーやブランデーを一杯くれ。コースターですこれ。ここに要するにブランデーオケっていうことですけど、オケますか？お疲れ様の顔にブランデー。今後お水なんてね、垂らすわけにいきませんね。宝石流水コースターでございます。要するにすっとこう水分がね、あれする、吸い取ってくれるってことやね。でも一瞬であろうとも、オスカル様の顔に水分を取りました。もう姉がこんなにオスカル様という点も初めて。ねえ、美しい。これでもテンション上がるよね。こういう世界なわけやね。そうわ、すごいね。いいね。ちょっとお高いのに。6種類の中の2個が無限でした。選べませんでした。はい。で、美しいマスクケース。これも使えませんよね。ほら、なんでこうだよ。無理でしょう。見れません。もうこれは目の保養よ。はい。どうなってるんですかこれ。だね。あ、こんな感じ。あ、めっちゃ綺麗。マスクしてる？マスクしてる。こんな姿。私裏見てなかった。こんな姿なかなか見られんよ。見られへん。いや、すごいマスクしてる。面白すぎる。いけるね。めっちゃ、いや、細かい細工がすごくいい。おしゃれ心が。なあ。もっと可愛い。ちょっと後悔ですこれ。これは何種類ぐらいあったん？これ1種類です。あ、そうなんや。名前も変えばよかった。これを名前も変えばよかった。あ、よかった。気づかず1枚にしてくれて。はい。でこちらが、はい、これマグネットです。はい。もうこれ冷蔵庫に貼る。冷蔵庫に貼れる。でも開けるたびにこのお顔が見れるなんてないと。幸せなんでしょう。これ何やった？バスティーユ。もうこういう時もうめっちゃ声張るよね。あまり出さない声を出したい。素晴らしい。そしてこれが皆さん見てください、この細かさ。これが裏はハンコなんですよ。掘れますか？掘ろうとも思いませんしね。なんでしょこれ。掘れないんですよ。顔しかない。見ちゃいました。ちょっと高かったです。これはどこに押すんですか。何も考えてない。もう落ちの時のあれがね、理由ってないよね。ただただここにインクをつけるのはもうちょっとためらわれる。じゃあなんで。もうめっちゃ面白い。これいつ使ってくれるんかなと思う感じやけど。これなんて書いてあるの？軍神マルスのことして。年賀状押されてもどうしはったみたいなシーンなんですけど。ああ、そうなんや。へえ。はい、もうはい上がってます。はい。これね、頑張って選びました。はい。で、これもう最後まで悩んだんです。これ高かったので。っていうかさ、これ買い物に行ったりした時にいつも悩んでるよね。なんか、はい、これすっごい悩みましたよ。ああ、綺麗よ。すごい。うん、そうやな。でもこの美しさね。使えます？これ使います。使います。ここはカラーどんどん剥げて。いや、そう、手袋をして、はい、あげたり、あ、ほんじゃ使うみたいなんで、はい、安心して、はい。そしてこのクリアファイル、すっごい種類あったんですよ。これはすごい感動した。ね、このなんていうの、これもちょっと買えばよかった。え、結構買ってますけど。保存用と使う用で、これやっぱりこのベルバラって言ったらこのシーン見るからね、よく。どんなことなの？美しいバラ。このバラは綺麗と思います。このクリアファイルがいくらですかこれ？これ安いよね。462円。高いでしょこれ。っていうかワンピースとかどんだけ高い。ワンピースまだマシかな。比べるまでもない。ほんまにすごい買う。これだけ買ったことに何の後悔もございません。これはほんまになんかすごい私も欲しいなと思った。そうやね、買ってきてよかった、ごめんね。これは私だから。今回一つもお土産はないんですよ。ごめんなさいね。テンション上がりすぎて。自分のことしか考えてない。で、美しいな。これ裏も良かったね。あ、そうなんや。裏もちゃんと見てていい。あ、ほら。これね、ちょっと。なんや。この白黒チックな感じがまた。美しさが際立つというか。際立つよね。面白さがね。へえ、綺麗。これ裏は。あ、裏はこんな感じが。あ、もうこのバラを口に加えるのが似合う人って。いないよね。そうそういないよね。いないよね、これ。綺麗よ。3枚目、これ。これは絶対です。ああ、そうやね。何やったっけ。これ何？名場面ってこの場面が多い。そうです。これが漫画本のね、表紙になってたりしてました。これは絶対です。綺麗ね。はい、そして一番大好きな。はい。うるさい。ね、みんなおお言うてんねや、これ。見てください、ここのこの雑誌見えないし、みんなおお分かった。ここは平均なもの。あ、でも一応おおは書いてるな。すごいね。はい、松なってきます。はい。で、これはい。マルスでございます。なんて美しい。すべて美しい。綺麗よね。裏はこんな感じ。あ、これのシーンちょっとおちゃらけた感じ。はい、アンドレとバイヤー。バイヤーか。バイヤーかわいい。あ、これはバラちゃん。これもリアに色違いの。そうそうこれね、そう見なかった。ああ、なるほどね。またまたいっぱいやったんですよ。よう帰ってきたな。そうでしょう。っていうか何回も行っとったもんな。何回もなんか2回ほど行ったね。はい。でこれはちょっとね、お友達に1個だけお土産、トートバッグでございます。お誕生日のね、はい、お友達でございます。コミュニティの超えてはないんですけど、超えてもないんです。はい。でこれです。これね。これね。アクスカちゃん。はい。ランダム商品。あ、ランダム。クローズのね。はい、クローズです。はい。もうオスカルが出てほしい。分かった。というわけで、そうね、はい、開封したいと思います。開封したいと思います。種類、オスカル、アンドレ、マリー・アントワネット、フェルゼン、ロザリー、ベルナール、アラン、ルイ16世でございます。はい。ですが、欲しいのがオスカルです。はい、オスカル様です。はい。と、まあオスカル様が来たら。アンドレですね。そうですね。はい。そして美しいマリー・アントワネットが欲しいです。はい。この3つを狙って4つ買いました。はい。心配なんわかるよ。はい。けど3つ狙ってんやろ。はい。3つちゃうの普通。いや。自信なかったな。なかった。本当なかったな。これ選ぶ時も心臓バクバクやった。いや、もうほんまお願いします。はい。じゃあ今から開封しましょうか。はい。はい。では開封します。阪急百貨店の催し、今日までだったんですよね。これリベンジできないんですよ。そうやな、はいはい、結構遅めやからな、はい、遅め気づいたもんで、はい、はい、では、はい、お願いします。開封したい。オスカルさんがいけると信じております。せーの、はいはいでございます。美しいな。推しではないですがね、うん、ロザリー、はいはい、まあまあ4つありますのでね、1個はロザリーでした。ロザリー、はい、あ、こうした方が分かりやすいかな。はい、それじゃあ真ん中の方やからもう物だけしたいな。あ、真ん中、うんうんうん、すいません。こんなに厳しい。いきます。せーの。あ、まだ後ろや。あれ？あれ？嘘ねよ。被りました。ロザリー被りました。今見たね。はい、見ました。厳しい。これ星3つはもうなくなりました。ほんまや。はい。せめてお疲れ様お願いいたします。はい、お願いします。次出るよ。次出る。こんなにな、張り切って興奮してる。いきます。せーの。あ、もう。ちょっと待って、ちょっと待って。神々しい。16勝でございます。このグリーンめっちゃ綺麗なでも。はい、これはどういう人？これはマリー・アントワネットのご主人でございます。フェルゼンは愛人なので。はい。すごいことで。はい。はい。残り1個なんですけど。じゃあ最後です。はい。絶対くださいね。お願いしますよ。オスカル。頼み。オスカル。オスカル、はい、甘えてます。いきます、はい、せーの、はい、ロザリーの、はい、だから相方、はい、相方です。こういうことね。そういうことです。ああですね。へえ、あんなに緊張してめっちゃ難しいなと思ってるしな。そんなとどめさせない。美しいって自分のなんか思ってるしな。結構厳しかったな。厳しめやんだな。こっちの人もが。ああ、でもすごいよこれ。これは全部で総額？あ、よくなんかあれだな。2万円散財したね。今散財いたしました。行くわな。こんな下校で、でもこんだけ買って2万円ほどちょっとね、お財布には優しい。優しい。痛いけどね。痛い。もうすでにここは痛いね。でも綺麗よ。綺麗よね。もうこの黒とかなんかバラとかめっちゃ綺麗やし。このブルーが鮮やかすぎてきて、国王やからね、これはね。ああ、はい、フランスの国王でございます。じゃあロイヤル。だからマリー・アントワネットを見たかったね。ほんまやね、ほんま見たかったね。それ以上にオスカル様見たかったですけど。まあでもこんだけオスカル様いらっしゃいますんで、はい、これで楽しんでください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、実はですね、ノベルティがありまして、はい、3300円以上お買い上げのお客様に、先着300名様1日。あ、決まってんねや。はい、はい、ポストカード1枚つきますっていうことを2万円のお会計の後に聞きました。並んだのにね。並び直したよね。6回、下手したら7回 ?7 回行けたよね。7枚行けたよ。で1万しかもらえなかったんですけど、これがまた嬉しい。このなんか繊細やな。すごい。でね、何種類あったんですかって言うんだけど、分かりませんっていう。まあ、そんなもんか。はいはい、だから、あとどんな柄があるのかちょっと分からないんですけど。全く分からない感じよね。これすごいいいのがもらえたと私は思っております。はい、めっちゃ綺麗なと思います。ベルギーでした。はい。そしてですね、なんと、うちの娘が事前にですね、買ってくれてたんですよ。これ優しいよね、娘。ほんまに。なんで、あとでいい。はい、どうぞ。ということで、すごい買ってるやん。そう。孫何やってるよって言って教えてくれてます。へえ、うわっ。きれいねえ、やっぱり私とちょっと違うね。違うね。はい、あとがスカルでした。あ、きれい。ちょっとごめんね。はいはい、きれいを買ってきてくれました。すごいね。じゃあこれをはいで次ははい、お、これね、私見た時はなかったですよ。アナスイとのコラボ、めっちゃ可愛い。すごーい、可愛い。めっちゃ可愛い。素敵。へえ、すごい。めっちゃ可愛いやん。値段付きやけどね。やっぱアナスイとコラボしたらちょっと高い。でもこれは私が行った時はなかった。へえ。そしてそして。そうなんですよ。はい。じゃあ買ってくれてたんです。しかも3枚も。すごいよね。優しい娘。はい。というわけでこちらも開封しましょう。しましょう。はい。はい。娘といつも紙引きをする娘の友達が選んでくれたそうです。っていうことは？はい。ありえる？はい、打てると私は信じております。はい、もう一度聞きます。何が出てほしいんですか？お疲れ様です。もうかぶりはやめてね。はい、いきます。せーの。はい。あ、来た。そう。これが欲しかったんです、私。さすが娘。やっぱりいいね。来ました、来ました、来ました。はい、来ました。ここにお疲れ様。たまらんね。はい、入ります。真ん中にどうぞ。真ん中にね。はい、はい、はい。もうちょっとうるさめな。はい、いうことで、出てきましょう。来ました。来ました。わ、すごいね。さすが。はい。お疲れ様が来ましたら、もうアンドレです。僕が出ます。今オスカルしか言ってない。おしまい進行はできませんので、アンドレね。はい、いきます。せーの。え、そう。アンドレですこれ。ちゅうか何この。いやー。強っ。え、無欲やからかな。ああ、無欲ほど。はい。すごい素晴らしいことはないよね。すいませんね。はい。素晴らしい。うわ、もうめっちゃこれなんかもうすごいね。コンプしたくなるよね。無理ですけどね。無理ですけどね。無理でかぶってるしね。はい、そうですね。すごい、これはめっちゃ。あとはマリー・アントワネットです。もうほんまに。今ものすごい欲が。はい、お願いします。なんかこれやったら出そうやな、なんか。いきます。せーの。え、いや、でも。マジで。おしかず、おしのかぶりは。大歓迎。はい、大歓迎。え。え、ちゅうかさ。すごいな。もうさ、これから全部選んでもらいですよね。私も今選びました。これやばいわ。すごいわ。めっちゃ素晴らしい。娘。いつも買い引きしてますね、友達とするし、はい、すごいなってはたびたび思ってるけど、すごいね、やりましたね。すごい見た目もそうですね、めっちゃいい。このタオルもめっちゃかわいい、ね、このタオルもいい感じ、いい感じでございます。ようやった娘。はいはい、満足です。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。